こんにちは、まさとです。本日もご視聴ありがとうございます。本日は幕末をやっていきます。幕末って結構長いので、前半と後半で分けさせていただきました。今日は前半部分を扱っていきます。1840年になると、アヘン戦争という戦争が起こるんですね。で、これは中国で行われた戦争でした。で、戦った相手は誰だったか。清はイギリス、清ってこの時の中国ですね。清はイギリスと戦争をすることになりました。まあ、ことの発端はですね、イギリスが中国人にアヘンという麻薬を売ったんですね。で、その結果、中国人がみんなこのアヘンにハマってしまって、で、大変なことになっちゃったんですね。薬物中毒になってしまって。これはもう許せないということで、中国がイギリスに戦争を仕掛けていったんですね。これがアヘン戦争でした。そしてこれ結果はどうだったかというと、清が負けてしまったんですね。イギリスが勝利を収めました。そしてこの後、イギリスは南京条約という条約を中国に押し付けたんですね。で、この南京条約の内容なんですけど、南京条約を結ぶことによって中国はある土地をイギリスに取られてしまいました。その土地がどこかというと、香港というところですね。1997年までずーっと香港はイギリスの植民地だったんです。なので今でもね、香港は結構外国人、中国人以外の人とかが住んでますし、イギリスの会社とかがね、結構いっぱいあったりするんだけど、まあそういう経緯ですね。香港はイギリスの植民地となってしまいました。これに焦った国があるんですね。それはアメリカだったんですよ。アメリカは、やばい、ちょっと出遅れたとかっていうふうに思ったんですね。アメリカとか、いろんな国々は、中国を植民地、つまり支配するのをずーっと狙っていたんですね。で、イギリスにいち早く、香港を取られてしまったわけですよ。なんとかして、イギリスに追いつかないといけないとかっていうふうにアメリカは思ってたんですね。そして、どうやって中国に行くのか考えを巡らしました。そもそもアメリカって中国からだいぶ距離離れてますよね。燃料がまずそもそも持たないんですね、中国まで行くのに。なので、燃料どっかで補給できたらいいなっていう風に考えてたんですよ。あ、日本があるじゃないかとかっていう風に思うんですね。日本を一発燃料の補給基地にして、そして中国に進出して、中国を植民地にしていこうっていう風にアメリカは考えるんですよ。そしてこの後アメリカ人が日本にやってくるんですね。これが黒船来航というやつです。1853年にペリーが浦賀にやってきたんですね。浦賀は神奈川県ですね。ある時4つのでっかい黒い船が浦賀にやってくるんですよ。それを見た農民とかが、うわなんだあれマジで超やべえとかっていう風に思うわけですね。もう日本人が見たこともない迫力の船が日本に今にも迫ってくるわけですよ。で、これマジでやべえなっていう雰囲気の中、ペリーと幕府の責任者の会談、お話が行われたんですね。で、この時にペリーが日本人を、幕府を脅かすんですよ。おい、俺と条約を結べとかっていう風に言われて、脅かされてしまって、条約を結ぶことにするんですね。そして、1854年に日本とアメリカの条約が結ばれます。この条約が日米和親条約。日米和親条約という条約ですね。で、これ内容まで問われますので、しっかり確認をしておきましょう。で、これは日本を植民地にするとか、貿易をするとか、そういう条約ではないです。あくまでも燃料補給のために結んだ条約なんですね。で、港を使わせてくれっていう話になっていくんですが、港として開港した場所が2つあるので、これ問われますから、しっかり押さえましょう。まずは静岡県ですね。静岡県の下田というところをアメリカに港として使わせました。で、下田はこの辺ですね。静岡県ですからね。はい、そしてもう一つなんですが、函館ですね。函館です。これは北海道です。で、北海道のこっちの一番南の方ですね。ここに函館というところがありますので、ここの港が使用されたということです。じゃあなぜ下田と函館だったのかというと、まず函館から見ていってみましょう。この時、アメリカではクジラを捕るのがものすごく流行っていたんですね。だけど、アメリカの近辺でクジラを捕りすぎてしまったので、クジラが全然いないんですよ。で、日本の周りに実はクジラっているんですね。それがどこか。オホーツク海です。オホーツク海にはクジラがたくさんいるんですね。なので、函館を拠点にして、ここから船で出ていけば、簡単にクジラがたくさん取れますよね。なので、函館の港を使わせるようにしたということなんです。
そして下田なんですが、下田は中国に行くための燃料の補給基地ということですね。太平洋で下田にやってきて、そしてこの後中国に行くっていう、こんなルートになっていました。で、だけどですよ、よくよく考えてみると、日本っていう国もね、結構レベルが高い国なんですよ。独自の文化を持っていて、で、様々な珍しいものがたくさんあるわけですよね。だから日本と貿易した方が、これは得だろうというふうな話になってきます。そして、ハリスという人が、この後ね、日本にやってくることになるんですね。1858年に、ハリスが日本にやってきます。そして、条約を締結するんですね。この条約が、日米修好通商条約ですね。もう一回言いますよ。日米修好通商条約です。この条約を締結いたしました。で、日米修好通商条約というのは貿易のための条約ですね。なので、この後アメリカと日本は本格的な貿易が始まっていくわけです。だけど、この日米修好通商条約というのは日本にとっていいルールでは、いい条約ではなかったんですね。ただこの日米修好通商条約というのは日本にとっては非常に不都合な条約だったんです。で、どういうところが不都合なのかということなんですけど、不平等なんですね。日本に不利でアメリカに有利な条約だったんです。で、不平等なんて、これめちゃくちゃ出ますからね。めっちゃくちゃ出るんで、これ絶対覚えてくださいよ。いいですか？まず言ってみましょう。不平等の点、その1。違い貢献を認める。違い貢献を認めるということです。そして不平等な点の2つ目。これが、関税自主権がない。関税自主権がないっていうことなんですね。まあ、この二つ、すんごい出るから、押さえましょう。はい、で、まずは違い貢献を認めるってどういうところなのか、どういう意味なのかっていう話をしていきますね。まずは、これって、外国人が日本にやってきて、日本で悪いことをしたとしますよね。そうしたら、基本的に、日本の裁判所で裁判が行われるべきですよね。そして、日本の法律を使って、裁判をするはずなんですが、この権利がないのが、違い貢献を認めるっていうことなんですね。つまり外国人が日本にやってきて悪さをしたら日本のルールで裁判しないんですよ。アメリカ人が悪いことしたらアメリカ人のルールで裁判をしろっていうことなんですね。で、なんでこんなことをするかというと、まあ、アメリカ側の言い分はですよ。まず日本ってこの時、すごい野蛮だというふうに思われてたんですよ。全くどういうね、文明を持っているのかよくわからない。そんな国だと思われてました。で、この時日本はどういう国だと思われていたかというと、すごい野蛮な国だというふうに思われてたんですね。こういう国で裁判が行われたら、これ怖くてたまらないでしょ。だってよく考えてみるとですよ、大名行列がこうやってきた時に、土下座しなきゃいけないっていう風習があるんですけど、土下座しなかったら無礼者ということで切り殺されるような国ですよ。こんな国で裁判なんて受けたくないはずじゃないですか。こんな国で裁判なんて受けたらたまったもんじゃないですよね。なのでアメリカはちゃんとアメリカのルールで裁判をさせてくれっていうふうに要求したんですね。これが違い貢献を認めるってことです。だけど日本から考えたらですよ、アメリカにどんなルールがあるかなんてわからないわけですよ。いや、もしかしたら日本人だったら殺してもいいみたいなルールがアメリカにあったら、外国人が日本にやってきて悪いことし放題ですよね。このままじゃちょっとまずいなみたいな感じになっていくんですね。そしてもう一つ、関税自主権がないっていうのは、これは関税を自主的に決定する権利がないってことです。じゃあ関税っていうのは何かっていうところを確認ですね。で、関税っていうのは貿易をするときにくっつける税のことを言います。これちょっと例を出しますね。まず、アメリカ人の A さんっていう人がいます。そして日本人の B さんっていうのがいたとしますよね。そして、まずアメリカ人の A さん、この人はパン職人です。で、非常にパンを作るのがうまい、ふわふわしたパンを作ることができますね。これが1個50円で販売されています。ところがこの B さんですね、 B さんはパンを作っている職人さんなんですが、パンを作るのが非常に下手くそなんです。だけどパンは1枚100円するんですね。これどっちが欲しいっていう話じゃないですか。まあ普通だったらアメリカ人の A さんですよね。このまんまの値段で日本に入ってきてしまった場合、みんな A さんのパンを買うわけですよ。 B さんのパンなんてまずいし高いし買う価値がないんですね。そうすると B さんの会社はどうなりますかね。潰れますよね。っていうことは、安い値段でいい商品が外国からバン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 入ってきた場合、日本の産業はバンバン潰れていってしまうっていうことなんですよね。これを阻止するためにあるのが関税なんですね。で、例えば関税が100円だったとしますよね。そしたら日本に A さんのパンが入ってくる値段って
150円になるじゃないですか。そしたらお金がない人は B さんのパンで我慢するし、お金があるマダムとかは A さんのパンを買いますよね。こういう風にして外国の企業と日本の企業が両方とも成り立っていくようにしていくための税なんですね。これが関税というものです。で、これを決定する権利がないって言ってるんですよ。これが関税自主権なんです。つまり外国の人がですよ、アメリカ人が、あ、日本に対する税金2円でいいよっていう風に言ったら52円で入ってきちゃうじゃないですか。だからやばいっつう話なんですね。つまりこの日米修好通商条約が結ばれた段階で悪人のパラダイスになる可能性がある上に、日本の会社がバンバン潰れてアメリカに乗っ取られる可能性があるんですよね。このまんまじゃ植民地になるっていうふうに考えたんです。だからこの日米修好通商条約を何とかしていかなければいけないというふうにこの時の日本人は考えるんですね。で、この後いろんな動きが起こっていくわけなんですね。はい、そして不平等な点を確認したらですね、今度は普通に貿易が行われたところを見ていってみましょう。まずこの時日本が外国に売っていたもの、輸出していたものは生糸とお茶ですね。で、生糸というのはシルクの原料となってるんですね。で、結構日本産のものは質がいいので人気でした。そしてお茶なんですけど、ヨーロッパでは、まあヨーロッパというかイギリスなんですが、イギリスでは紅茶とか飲みますよね。紅茶の原料になっているわけなので、お茶も結構売れたんですね。そして輸入していたもの、外国から買っていたものは綿織物と毛織物なんですね。で、なんかいろんな織物がちょっと高校入試ではたくさん出てきますので、ちょっとここを確認しておきましょうか。綿織物っていうのが今出てきましたね。で、綿織物の原料をちょっと押さえておいてもらいたいんですけど、綿織物の原料というのは、これ綿花ですね。まあ、インドとかでたくさん作られています。で、さらには、毛織物ですね。で、毛織物ってじゃあ何の毛なのっていう話なんですが、人間の毛とかなはずないですよね。これは羊の毛です。つまり羊毛です。そして絹織物というのがあるんですが、絹織物。で、この絹織物というのは、生糸からできています。で、これ絹物。で、これ織物シリーズみたいな感じでね、ぜひとも覚えておいてください。これちょっとセットでね、覚えておきましょう。で、ちょっと話を戻しますよ。日米修好通商条約なんですけど、これって不平等だっていうのが最大の特徴ですよね。日本はやばいんです。なんでやばいか、日米修好通商条約があるからです。なんで日米修好通商条約が結ばれてしまったのか、それは外国人に日本人がめちゃめちゃ舐められてるからですよ。じゃあ舐められてるのは誰なの。具体的に言うと幕府の責任者ですよね。この時の幕府の責任者は井伊直弼という人だったんですね。この人のところに日本中からクレームが殺到するわけですね。そしたら井伊直弼はなんだ俺に逆らうのかとかっていう風に言いながら、クレームを出していった人たちを次々と弾圧していくわけですね。そしてこの弾圧事件、安政の大獄、安政の大獄と言います。そして塾の先生である吉田松陰とかを捕獲して殺してしまうとかね、まあこういうような弾圧事件が起こっていくんですね。だけどこれでことが収まるかって言ったら絶対収まるわけないんですよ。だってこっちからしたらですよ、一般人からしたら幕府が弱っちいからいけないわけじゃないですか。弱っちい癖して弾圧してくるんですよ。この時の人たちの気持ちにちょっとなってみましょうか。大事な家族とかが不甲斐ない幕府に殺されたらこれどう思いますかね。ふざけんなんていう風になるじゃないですか。なので日本中の恨みを井伊直弼はこの後買うことになるんですね。そして1860年井伊直弼が江戸城の桜田門の前で殺されるっていう事件が起こるんです。これが桜田門外の変、桜田門外の変と言います。これも結構よく出ますね。で、こういう感じで井伊直弼は切り殺されてしまうわけなんですが、切り殺されたことによって幕府の権威は失墜していきます。どういうことかというと、井伊直弼っていうのは武士ですよ。武士の中でもめちゃくちゃ位が高いわけですよ。そういう人たちがそこら辺の武士とかに切り殺されたっていうことは、幕府って弱っちくないですか。で、しかもこんなピンチな状態になってるわけですよ。で、どん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 幕府が潰れてほしいっていう機運が高まっていって、この後幕府はついに
潰れていってしまうんですね。次回は幕府が潰れていくところをやっていきます。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。次回もぜひとも見てください。それではお疲れ様でした。